山口ホタルは、三重県名張市出身のプロサッカー選手。J リーグビッセル神戸所属。ポジションはミッドフィールダー。元日本代表。2013シーズンまでの登録漢字表記は、山口ホタル。2014FIFA ワールドカップ。2018FIFA ワールドカップ日本代表メンバー。1990年、三重県名張市赤目に次男として誕生。どんな暗闇でも、 明るい光を放ち続けられますようにという願いを込めてホタルと名付けられた。小学校3年生の時に父の影響でサッカーを始め、主にトップ下を担当。中学校進学に再始セレッソ大阪、ガンバ大阪、京都パープルサンガの3クラブの入団テストを受け、テスト当日に合格の通知をくれたセレッソ大阪 U-15 へ入団した。中学時代は、 電車で片道2時間かけて練習場まで通う日々を送り、1年生の終わりには JFA エリートプログラムの一期生に選出された。2006年、セレッソ大阪 U-18 へ昇格。2008年、チームの首相に就任。JFA プリンスリーグ U-18 関西で優勝を飾り、自身もリーグ MVP に選出された。2009年、 丸橋雄介と共にトップチームへ昇格。同年5月13日から3ヶ月間、ブラジル全国選手権セリエ A パルメラスに留学した。2011年、前年は出場機会に恵まれなかったものの、この年はボランチのポジションで徐々に出場機会を増やし、J1 第24節浦和レッズ戦で公式戦初得点を記録。2012年、開幕からレギュラーをつかむ。 同年、キム・ボギョン、キヨシ・タケヒロ・ツグといった主力の相次ぐ遺跡もあって、クラブは会に低迷したが、ファビオ・シンプリシオの加入後は、攻撃的ミッドフィールダーとしても起用されるなど、ユーティリティな活躍を見せ、リーグ戦30試合に出場した。2013年、自身初のリーグ戦、全34試合に出場。また、この年初めて、日本代表に選出され、 シーズン終了後に J リーグベスト11に初めて選ばれた。2014年2014シーズンから名前の登録漢字表記を山口ホタルから山口蛍タルに変更。契約公開時に志願し、セレッソ大阪のキャプテンに就任した。8月9日、第19節 FC 東京戦で負傷退場。右膝外側半月板損傷と診断され、戦列を離れた。 結局、山口は、最終節まで復帰できず、C 大阪は17位でリーグを終え、J に降格となった。シーズンオフには、海外クラブへの移籍も視野に動いたが、うまくいかず、国内他クラブからの誘いがある中で、C 大阪残留を決めた。2015年シーズン、キャプテンとしてチームを牽引するも、C 大阪は J にリーグ4位で終え、 J1 昇格プレイオフ決勝でアビスパ福岡に敗れ、1年での J1 復帰を逃した。2015年12月21日、ドイツ・ブンデスリーガのハノーファー96への完全移籍が発表された。背番号は16。2016年1月30日、ブンデスリーガ第19節バイエルレバー空前戦で、ブンデスリーガ初出場。しかし、3月の代表戦で、 花、眼科霊の骨折。その怪我の影響で試合には出場できず、シーズン6試合の出場で止まり、チームは降格となった。2016年6月19日、半年でセレッソ大阪への復帰が発表された。古巣復帰にあたって、育ったクラブを離れてみて、セレッソに対する思いが想像以上に強くなったと、自身の公式ブログにて心境を綴った。また、 翌日の6月20日の復帰会見では、残りのサッカー人生をすべてこのクラブと共に歩んでいきたい。プレーで返していくしかないと、生涯セレッス宣言でファンやクラブへの恩返しを誓った。9月には、アシスト数がリーグ内1位体となる2本、パス数が2位、インターセプト数が4位体など同月に行われた、試合で3連勝に貢献し、J2 リーグ月間 MVP に選出された。 わずか半年の復帰となったが、J2 の舞台で奮闘して、プレーオフで J1 昇格を決めた。2017年シーズンから、育成出身者としては、初の背番号、10番を背負い、レギュラーとして32試合に出場。クラブ初タイトルとなった、ルヴァンカップと天皇俳優賞に貢献。また、リーグ最多のインターセプト数を記録し、自身2度目となる。 J リーグベストイレブンに選出された。2018年1月22日キャプテンの就任が発表された。また、背番号を清志武宏次20番を譲り、海外移籍前と同じ6番に変更した。このシーズンもレギュラーとして33試合に出場。ホーム最終戦の後に行われたセレモニーでは、結果が出ずに解任が決定した。 監督の印象感を思い涙を流した。2019年より、ビッセル神戸へ完全一席。メディアによると、年俸1億円超の3年契約で総額4億円超の契約となった。背番号は、セレッソ時代に付き合い着のあった6番ではなく、5番を着用。理由は、6だったらセレッソのイメージが強くあるから。環境を全て変えて、神戸に来たから。 そこに囚われなくていいかなと思った。と話している。開幕戦から、フルス、セレッソ大阪とヤンマースタジアム長居にて対戦し、スタメンで出場した。チケットは完売で4万人以上の監修が集まった。新大阪で絶対的な存在だったことなどからボールを触るたびに、フルスのサポーターから大ブーイングを受けたが、試合後にセレッソのゴール裏へ挨拶したときは、 ブーイングの地白紙とコールで迎えられた。ボールを触るたびにブーイングだったので、そこは少し複雑な心境でしたけど、ブーイングされることも理解している。仕方ないと思う。サポーターにはいい思い出しかないし、感謝していることばかりなので、ブーイングがあったからどうということはないですね。サポーターも含めて変わらずずっと好きだと思いますと答えた。3月には、 チームメイトの西大吾と共に日本代表復帰を果たした。また、ビッセル神戸から日本代表が選出されるのは5年ぶりとなった。リーグ戦中盤から副首相に抜擢され、ピッチでも定位置の中盤から一列前でプレーこの起用により攻撃参加が増え、リーグ戦、ルヴァン杯、天皇杯とすべての大会で得点を挙げた。リーグ戦全試合フル出場を果たし、 インターセプト数がリーグ最多であった。チームは翌年1月1日に行われた天皇杯で優勝し、クラブ初タイトル獲得に貢献した。2020年シーズン最初の試合となる2月8日に行われた富士ジロックススーパーカップ横浜 FM 戦では勝ち越しゴールとなる得点を挙げるも3から3で PK 戦に突入。その PK 戦では、 横浜 FM の3人目が外すとそのまま9人、連続で PK 失敗するというサッカー史上を稀に見る異常事態となったが、7人目の山口が決めて、神戸2つ目のタイトル獲得に貢献した。リーグ戦、全34試合、ルヴァンハイ1試合、ACL では、初戦のジョホールダルルタクジム FC 戦以外全試合に出場。また、 ジョホール・ダルル・タクジム戦が後に無効試合となったため、新型コロナウイルスの影響で過密日程になった中で、神戸の公式戦全試合出場を果たした。このシーズンもリーグ戦や ACL など、アンドレス・イニエスタが、不在時には、キャプテンとしてプレー ACL 準決勝のウルサン現代 FC 戦でも、キャプテンとしてプレーし、得点を挙げるもチームは敗れた。 敗れたもののクラブ初の国際大会でベスト4進出に貢献した。個人としては2年連続で J リーグ優秀選手賞に選出され、リーグ戦全34試合無警告で自身初となるフェアプレー個人賞も受賞した。2010年、クラブでは出場機会に恵まれなかったが、各クラブの控えメンバーを中心とした U-21 日本代表に選出され、 公衆アジア競技大会に出場。山村和也とダブルボランチを形成し、全試合に出場する活躍で、史上初の金メダル獲得に貢献した。その後も、監督の関塚隆の調和を受け、レギュラーとして、ロンドン五輪アジア予選を戦った。ロンドン五輪アジア予選を、ロンドン五輪に二2 3サッカー、日本代表に選出された。本大会では、 主にクラブでチームメイトだった、大木原隆博とダブルボランチを形成。過密日程の中、全試合フル出場を果たし、メキシコ五輪以来44年ぶりのベスト4進出に貢献した。2013年7月、東アジアカップ2013に出場する日本代表に初招集され、第一戦中国戦で国際 A マッチ初出場を果たした。同大会では、 全3試合に出場し、日本代表の大会初優勝に貢献し、自身も大会 MVP に選出された。2014年6月に開催された 2014FIFA ワールドカップでは、初戦のコートジボワール戦、第2戦のギリシャ戦で、スタメンで起用されたが、チームはグループリーグ敗退となった。グループリーグ終了後に、国際サッカー連盟が発表した、 公式分析システムで出場全選手736人のランキングを10点満点で発表し、山口は日本代表で本田圭介に次いで2番目に評価が高かった。2015年1月に開催される AFC アジアカップ2015へ臨む日本代表の予備、登録メンバーに選出されたが、本登録は叶なわなかった。しかし、同年三月十七日に行われた。 キリンチャレンジカップのチュニジア代表戦で代表復帰を果たした。8月5日、東アジアカップ2015代2戦韓国戦で国際 A マッチ初得点を決めた。2016年10月6日、W 杯出場へ向けて重要な一戦であったロシア W 杯最終予選のイラク戦では1-1で迎えたアディショナルタイムに決勝ゴールを決めた。また、この日は、 自身の誕生日でもあった。2018年6月、ロシアワールドカップのメンバーに選出され、3試合に出場した。決勝トーナメント1回戦のベルギー戦では、途中出場で入るも、後半残り1分のベルギーのカウンター攻撃からの、失点場面での山口のディフェンス対応について、スポーツメディアなどで議論が起こった。ファウルしてでも止めるべきだったという声に、 チームメイトの坂井宏樹はホタルのところでファウルするのは無理でしたと番組で話している。豊富な運動量と抜群のボール出し能力を持つ中盤のダイナモ。フィジカルの強さを生かした対人守備を得意とし、タイトなマークと鋭い危険察知能力で相手のチャンスの目を積む守備職人であるが、ユース時代は背番号10をつけて攻撃的なポジションでプレーしており、 パスの精度が高く、攻撃センスにもたけている。セレッソ、大阪時代に同じくボールダッシュからの攻撃参加を武器とするタイプの総座とボランチを組んだ際には、総座が自由にやるところがあるから、それをかなり見ながらポジショニングだったり上がるタイミングを考えていた関係性としては、良いバランスを取れたダブルボランチだったんじゃないかなと思うなどと話している。 2020年6月に、ナス大輔の YouTube 内の企画で、元スペイン代表で、神戸でチームメイトだったダビド・ビジャから、J リーグで印象に残った、日本人選手の MF 部門に選ばれている。ビジャは、彼は才能にも恵まれており、フィジカル的なコンディションもいい。チームメイトとして、たくさんプレイできて、僕にとっても光栄だった、中盤の選手として必要なものをすべて兼ね備えている。 と山口のことを賞賛している。その他の公式戦、ありがとうございます。